はい、どうも行きましょう。時計回りでしたっけ？時計回りか。一回ピポンとはなったはずなんですよね。でも今聞きました。ピーン、このさ、ダンジョン BGM でピーンってなるよね、なんか。特にならない。こうやって来たんだよね。真ん中、あ、ピンポーン。この BGM の曲だったのかな。このさ、右側に針がピーンって、この BGM のピーンだろうな、多分。ちょっと謎ですね、これ。これ解かないと愛の剣が手に入らないとなるとちょっと厳しくね。で、あと1回オーラの玉が割れてロボイチが出てきたところのあたりのさ、ところで1マス壁足元ができて、ただこれいけなくないって言ったところの、まあまあ、行けばわかる。今ちょっと俺自分でも何言ってるかわかんないけど、行けばわかる。ああ、違う、攻撃オンリーじゃねえよ。まあまあ、ええけど、まあよくねえわ、よくはない。まあでも早いか、早いっちゃ早いか、早いっちゃ早い。節約もできる。ここの上だよね。ここで、あ、すぐ上が埋まってないね、今。元に戻ってます。多分一回このダンジョン出たからというのが原因でしょう。上に足場ができる、できるんですよ、確か。今調子に乗って上に足場ができるんですよ確かとか言ったでしょ。ちょっと自分の動画ちょっと見直した、一瞬で。そこ行ってなかったなって。まあ記憶力そんなないんで。ここね、上見ててください。上ちょっと穴開いてるでしょ。ほら、これができて、ここ行ってないんですよ。ここから先行けなくないって言って諦めていたので、ただあのボタンを押すともう一個右にできる可能性があるんじゃないかなと。ホーリーレインじゃなくて、あれ、 MP 結構使ってるね、ホーリーレインでも。そろそろ時が上がってほしいんだが。うー、上がらない。ここから行ってないよね。一回戻って右にある宝箱を取っただけだったんですよ、確か。また確か言ってる。見直したくせに。まあまあまあ。ここ行って、下の方に宝箱ありましたでしょ。これ取れてなくて、右側の探索ですね。まあ、ここに、愛の剣があるっていう噂があるんで。まあそれ確かめないとですよ。
で、翼のあるもの、ああ、ここはいい。そうだ、そうだ、そう、この演出いらん、この演出いらん。もう橋できたらそれでいいじゃんって。これが果たして、あれ？でもいけないよな、そしたらこれ。どうすんだ？そうだよな、橋できるだけだとちょっとな。ここ橋できるだけで終わっちゃうんか。なるほど。いやでもこれさ、絶対なんかある、このためだけにさ、あれがあるわけないよね。あ、そうか、妖精か。あれ、今妖精いないよね。妖精か、なんか関係あるのか、あれが。そういうことか。なるほど。地獄斬りのさらに地獄斬り。ツン。いやー、わかんねえ。まだもうちょい回れるのかな。ここの左下は行きましたよね。行けないっていう。やっぱりってことはあの宝箱ってことか。時計回り。真ん中から開けてっていうやつはやってないわな。真ん中開けて時計回りはやってないよね、まだ。手回りに開けよう。どこを起点にって。よし、時矢が復活。もう魔法使えないやつはもう死んでいるも同然だみたいな言い方。あ、違うよ、攻撃オンリーじゃねえよ。ゲシュタルト崩壊若干起こしてる。ここまで来たらもう攻撃オンリーなんですよ。あのドラドシティのモンスターと比べるとだいぶ楽、だいぶ楽ですよね、これ。確かにここを初めて来た時はあの素早いスケルトン、あいつとか、うわ早いとか心の底から思ってたりしたけど、思ったけど、一旦ドラドシティに、まあドラドシティから回るとすごい楽。敵気づいてない時は攻撃から行こう。地獄斬りっつっても結局 HP 減るだけだし、変に毒とかもねないので、うわすげえ盾
ガードすげえわ。そして、待って。作戦ですよ。ちょ、待ってね、これ。これを、フリージングエアーですよ。フリージングエアーまだ見てないよね。フリージングエアーにして、これ、エアブレードっすよ。もうこれマックスですよ、本当に。で、ツインブレイズじゃなくて、スパークブレイド、ここでホライゾンですよね。まあ、フレージングエア。で、いいかな。作戦3が通常だと。これ右に行けるだけでしたね。で、おそらく何か解くと、この左側が開くのか。はい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 。そういうことか。そうだわ。多分、おそらく、ですけど、私の想像ね。あの宝箱の謎を解くことによって、多分左の一つだけ針浮いてるとこある、浮いてるっつうか上の島と、ほら、ここの2マス左ね、の針が消えるんじゃないかなと。ね。で、そう消えて橋ができてる、できるんじゃないかなっていう想像。あの宝箱の謎を解けば。ということは謎解きですよ。こっから先ですもんね。結局いけないのが。はいはい。OK です。じゃあまあ、行きますか。なんとかして行きますか。つっても宝箱だよね。そんなに複雑じゃないのよ、あれは。言って、スクリュー。よ、バードいいね。特技の方だわ、スクリューは。スクリュー見ます？おい、ちょうどいいじゃない。ちょうどいいじゃない、スクリュー。スクリューやるには、おあつらえ向きですよ、これ。敵全体しかも 2.5 倍。強いですよ、これ。ため。あー、2ターン目か。そのタイプか。まあ、全体 2.5 だが、まあまあまあ、そうか。そんな感じか。スクリュー。弱え。まあ、こいつ風に対して耐性があるからな、あいつ。トゥルルルルフィン言って。トゥルルルルフィン、いいね。まあ、でも2ターンってことか。ちょっとどうなのかなといったところで。隣の家で日曜大工やってますわ。カン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 なってるね。これがマジで、こっからこうなのかな。最初当てて、さあ、何にも変わんねえんだよね、これ。多分、この針とかも消えていてもらわないと困るんですよ。このピンですよね。ピンって今鳴ったけど、完全に BGM。うわー、ちょっとマジでどんな感じなんだこれ。すげえな、あいつ風に弱いんだ、あいつね。フリージングエアもさっき見たけど、ふい、上からチャラチャラチャラッ、シュワッ。いいね、いいね。まあ1ターンで終わらせることができれば全然 OK。 消費は激しいけど。
で、これ消えてないとダメっすもんね、完全に。絶対もう残るわ、ここ。時計回りに、時計回りに箱を開けようって。チュルン言ってる。なんかこれだって成功してればなんか学校とか言うでしょ。時計回りに箱を開けよう、それとも中入っちゃいけないとかかな、この中。いやでもさっきやったよね、これ中入らないでっていうのは。お、なるほど、もう一回調べる。開けよ、今度閉じよとかはないんだ。ちょっと待ってね、もう一回調べて、特にはないか。それか、こういうイベント、それかっていう、こういうイベント終わると、これ箱閉じないまんまで終わることが、そういう感じになってるのが多いので、おそらくこれは解けてないんじゃないかってことなんだよね。時計回りってこうですもんね。敵出ないと、敵は出ないと、そういうことっすよね。丸だからここだけとか関係ねえか。時計回り、これはやったんだよ、これを。おっ、あ、でもトゥルーンは、あれジュルンジュルンは単なる BGM だから、トゥーンも、時計回りに箱開けよう、時計回り、真ん中に一つ宝箱あるってのも気になるよな。いやもう2パターンしか考えが及ばないんですよね、これ。バードマン戦闘にするとか、いやでもそれもようわからんよな、完全に違うもんね。なんかなんか違う。まあでも愛の剣はまあまあ置いといて、ファットバジャーがこの奥にいるって言ったところに行ってないので、まだドラドシティの話ね、ドラドシティ内にあったお城の話。そこでなんか起きてからもうちょっとヒントあってもいいかなみたいな。
どこかで階段が落ちる音がしたとか、これさ、時計回り1回1回入るとかじゃないでしょ。リセットされてるもんね、これ確実に。そうですよね。逆に反時計回りで天の尺的な、もうそういう考えしかもう及ばない。違うね。え、時計回り、まあ言ってみれば3時、4時、5時、6時、7、8、9、10、11、12でしょ？それともこう中だけとか関係ないよね。いや、わかんねえっすね。端っこだけ開けるとか、それも意味わかんないからな。手応えが全くない。なんかチルーンってなるのは、ちょっと待って、なんか正解の時、そうでもねえか。これはお手上げですね。一旦そしたら次回ファットバジャーのとこに行きます。リエントラかな、多分ドラドシティの入った入り口に戻るはず。そっちかい、そっちになる。いいけど、別にいいけど、あ、ちげえわ。グレートノーム行こう。行けっつってたわな。お、うっす。もう来たのかい。まったくお若いもんはさすがに体力があるのよの。いやー、とこさが、おおお。ついてきなさいと。オッケー。すっかり忘れてたわ。夢中になりすぎた。なんじゃなんじゃこの1対1にグーグー寝よって、情けない。え、おと、あ、そうか、お父さん、ドラズシティが1対1ですぞ。めっちゃ揺らしてる。これならどうじゃ。そりゃ魔法か、うわ、トンカチ、ドタマ金づち、こら、病人に何をする、わしを殺す気か。父上、お久しぶりです。コリコットです。何もしてない。おお、コリコットが相変わらずむちゃくちゃしよる。少しも治っとらんな。父上、大変なことが起きました。オーラの玉を割り、ファットバジャーが復活しましたぞ。うーむ、
やはりあの玉はオーラの玉ではなかったのだな。で、父上、オーラの玉なしでファットバジャーに勝つ方法はないのですか？を真相、真相というか、まあ4つの回を集めろと。ファットバジャーが現れるよりもはるく昔、この地に悪の化身が現れ、この地は地獄と化した。初めての BGM。やっとまともになった。今まで、まあまあ今は楽しかったっすよ。やっとまともなストーリーっつうかさ、いいけど。その時、古代人は不思議な力を持つ怪獣族の中で最も力を持った4人を選び出し、その回にオーラパワーを注ぎ込み、回の勇者としたのじゃ。4人の勇者は死力を尽くして戦った。じゃが、悪の力は強く、最後は自らの身を犠牲として滅ぼしたのじゃ。そして伝説の4つの回が残り、一つは次元を超え、火の回の勇者を誘う回となり、3つは怪獣島の守り神として残ったのじゃ。ってことは、ファミコン版の怪獣物語は、このファットバジャーの前の物語を終わった後の出来事、今この火の会の勇者を誘う会の話だったんだね。それより昔の出来事があったと。弟子よ、お前にこの会の地図を与えよう。ほう。この地図は伝説の会が発するオーラパワーを探知し、その位置を知らせてくれる地図じゃ。この地図を使い、一刻も早く4つの会を集め、わしのところに持ってくるのじゃ。弟子よ、急いでくれ。なぜそれをこの前渡してくれなかったのか。探してたな、どっかやって。どっか、あれ、ちょっとどっか置いちゃった、わかんねえな、つって探してたな、これな。弟子よ、貝の地図を見て、もし海や湖で光っておるようなら、魚が貝を飲み込んでおるのじゃ。なんで？なんで？別に普通に落ちているだけかもしれんじゃん。まあ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 いいわ。その時は海のプロ、漁師の力を借りねばとても無理じゃな。確か港町のマーナリーに凄腕の漁師がいたはずじゃが。よし、オッケー。オッケー。まあ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 、宝箱の謎は分からずじまいですが、次の目的ができたので早速貝見てみましょう。地図、貝の地図ですね。いや、なんかフィールドの曲が懐かしくなりましたね。なんか右、今オイラたちが2つ持ってるから、ドラドシティの北ですね。あと右側ですね。二つある。どっちかが大気。どっちかが、ん？火と水持ってるんですよね。大気と何でしたっけ？土か。オッケー。じゃあまあパーティーはひとまずこの状、いや、バード変えるか。バード変えましょう。バード変えるところから行くとして、やっぱレベル30だね。そこら辺からみんな本格的に強くなる。まあ、どんなゲームでもそこら辺から結構本当に使えるね、特技、魔法が出てくるよね。やっぱき、いや違うな、キラーはバブかな。ちょっとバブ、ちょっと頑張っとくれと。ザルドンもちょっと捨てがたいけど、バブ頑張ってもらわんと。ここワープル使えるっけ？使えそう。だラミエルは、じゃあ、マーナリー行こうか、とりあえず。
なんかいかにも行けっていうメッセージのようだったんで、オッケー、では次回凄腕の漁師を探すところから始めたいと思いますので、動画の移動お願いします。